夢を見た。平和の意味も知らず、無邪気に暮らしている人々の夢を。夢を見た。命を危険にさらしながら、守るべきもののために生きる人々の夢を。夢と現実の境界は、目覚めた時に見えたものをどう感じるかだけだ。それを区別できるのは神様だけなんだろう。だけど俺には何かができたんじゃないかと思う。この世界に俺が来た意味はそこにあったんじゃないかと思う。これが避けられぬ運命だったのなら、この世界で俺という存在は何だったのか。悲しい別れも、人類の運命も、そして自分の運命も、俺には変えられたんじゃないかと思う。守るべきものを本当に守りたいという強い意志が最初からあったなら、俺には誰にもできないことができたのかもしれない。そう思う。だからせめてこれから生き延びて全てを守ろうと思う。誰もが諦めたこの星を守り抜きたい。そう思う。残された人々を、残された思い出を、そして愛する人を、命を懸けて守る。俺は何かができるはずだ。その力があるはずだ。人類は負けない。絶対に負けない。俺がいるから、俺がいるから。さようなら、タケル。
母様、何見てるの？ああ、私たちのふるさとを見ていたのだ。ふるさとって何？ふるさととは、生まれ育った場所のことだ。あの明るい星が、そなたには見えるか？見える見える。あそこが母様のふるさと？ここからでは見えないが、あの星のすぐ近くに地球という星がある。そこが母様のふるさとだ。地球？そうだ。この星で皆が平和に暮らしていけるのは、そなたの父様たちが地球で頑張ってくれているからなのだ。父様、いつ帰ってくるの？いつであろうか。いつか、会える日が来よう。父様、それまで頑張ってるの？そう、そなたや母様、皆のためにずっと頑張ってくれている。父様に早く会えるといいな。そうだな。さあ、行こうか。風邪をひくぞ。うん、父様、バイバイ。そなたは父様に会いたいのであろう？そういう時にはまたねというのだ。またね。そうだ、またね。